Spent too many nights trying to make it through the dark. Gone on the days. 皆さんこんにちは。この動画は私ひとみが最新のテニスウェアをご紹介する動画です。今回はルコックスプルティングの最新春夏ウェアを7コーデご紹介していきたいと思います。1つ目のコーディネートはこちら。シャツはシンプルでありながら左袖にさりげなくあるトリコロールのピスネームがルコックスポルティフらしい上品さを忘れない一枚。スカートのように見えるキュロットスコートは安心感のある履き心地です。ジャケットはふわっと軽いジャケットで、小雨の降る時や少し寒い時に羽織れるのでとても便利です。コーディネートは上下ともに両肩と両サイドにマットな質感のドットテープが入り、シンプルでありながらルコックスポルティフらしいデザインとなっています。続いては3つ目のコーディネート。シャツは少しゆとりのあるシルエットですが、丈の長さを調整してあるので普段の着用サイズがおすすめです。細めのプリーツがシンプルでありながら上品さを演出してくれます。4つ目のコーディネート、人気のビッグロゴ T シャツ、どんなアイテムとも合わせやすい優れもの。こちらのプリーツスカートも先ほどと同様、細めのプリーツがシンプルかつ上品な演出になります。ジャケットの胸元には刺繍でブランドのロゴの表現がされています。シャツはシンプルでありながら胸元のトリコロールテープがルコックスポルティフらしいゲームシャツ。パンツはお尻に適度のゆとりがあり、足元はすっきりしたタイツのようなパンツです。目のコーディネート、シャツは軽い肌触りで高級感のあるカノコ素材になっています。下のアンクルシェードトレンカはタイツとシューズの隙間開けを防ぐことのできる
屋外テニスプレーヤーの悩みを解決する優れものです。最後のコーディネート、シャツはシンプルでありながら左肩のさりげないトリコロールテープがルコックスポルティフらしいポイントです。パンツはどんなボールにも追いつけるよう股下にストレッチ素材が採用されています。ジャケットは肩甲骨部分にダーツを入れ、前後の腕振りがしやすい設計になっています。最後までご覧いただきありがとうございました。今後の最新ウェア紹介もぜひお楽しみにしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。